快晴の中で行われたゲームです。 J2 の第7節横浜FCとスウェーデン金沢。前半43分の今のフリーキックです。前半はセットプレーを中心にいい形、惜しいチャンスが何度もあった横浜FC。前半45分中形のミドル、ゴールマーク角に当たってましたね。ただ点が取れない中で前半のアディショナルタイム、アウェーの金沢、コーナーキックから作田、今シーズンの初ゴールになりました。そして後半勝負だとタマレス監督が言って送り出した開始早々でした。またしてもコーナーキックから今度は柿田のゴール。柿田は2試合連続ゴールです。やはりこの2つのセットプレーですね。そうですね、すごく、ゴールは素晴らしかったんですけれども、ちょっと悔やまれますね。はい、ここからは完全に金沢ペースになります。67分佐藤浩市のシュート、山本海斗の好セーブ、さらにもう1本、ここも山本海斗。さらに69分です。金沢のカウンター、途中出場の加藤からマラニョンのシュート、今度はセンターバックのカルフィン・ヨンアピン、このゴールキーパーの山本、センターバックのヨンアピンの、ディフェンスでなんとか、そうですね、攻撃陣も奮闘したかったんですけれども、横浜FCです。71分は松井のミドルシュート、そして74分には三浦知良が J リーグの最年長出場記録を更新しました。ただ追加点は金沢、78分、マラニョンから佐藤浩市。佐藤浩市は今シーズンの初ゴール。マラニョンがこの時間帯になっても元気いっぱいでした。素晴らしいクロスですね。83分です。三浦のシュート、うまく足にヒットせず、最年長ゴール記録の更新はなりませんでした。シュートまではもうイメージ通りだったと思うんですけれども、そして86分です。金沢、清原がエリアの中で仕掛けて、最後はモーリー、大卒ルーキー、プロ初ゴール。横浜のディフェンダー、足止まってますね、ミッドフィルダーと、やっぱり諦めてしまってますね。これで4対0、大差がつきました。このまま試合が終了しました。